亀の作り方。260緑に空気を入れます。チューリップツイストを作ります。3センチのバブルを4つ作り、ひねり合わせます。6センチのバブルを作り、バードボディにします。風船の空気を先の方に送って紐状にし、反対側に絡めます。残りはしぼませてください。目を描きます。これで完成です。お疲れ様でした。